はい、こんばんは。本日は土用の丑の日ですね。新聞の折り込みチラシにはね、各スーパーうなぎのかば焼きが大きく表示されてますね。てなことで、うなぎかば焼き買ってきちゃいましたよ。はい、結構値段しますけどね、まあ国産ですからね。はい、はい、このまま食べるのはちょっとね、皆さんご存知だと思いますけどね、着色料や保存料がいっぱいなのでね、水道水でちょっとね優しく洗いましょう。まあ身は結構しっかりしてますからね、ぐちゃぐちゃにはならない。とりあえず上の保存料、着色料などをね、これで水で洗い流しましょう。表側もね、よっしゃ、これでいいか。お酒はいいんやけどね、お酒ないから料理しようね。ちょっとかけましょうね。はい、これで焼きましょう。うちのはこれ片面用やからね、ひっくり返して両面焼きます。はい、片面は焼けたようやね。はい、ひっくり返しましょう。よし、卵ちょっとな。いいんじゃないかね。まあそうじゃね。付属のかば焼きのタレね。やっぱり山椒やね。ね、はい、できました。久しぶりです。うなぎのかば焼き。失礼していただきます。ふっくらしてるよ。うん、うまいな。